レジナルド・ホールワード作のステンドグラス。マタイによる福音書語章10説。義のために迫害される人々は幸いである。天の国はその人たちのものである。神の王国は、一世紀30年頃パレスチナで活動したイエスの宣教における中心的な概念で、新約聖書書集の4つの福音書に合計50回以上現れる用語である。この宗教概念は後に、 イエスがキリスト教の階層とされ、キリスト教が世界宗教となるに及んで、宗教、社会、政治など様々な分野に影響を与えた。神の王国の王国に相当する言語、ベータアルファーシグマヨタラムダイプシロンアルファーは、ギリシア語として王国と王としての支配の両方を意味する。福音書に品質する用語、神の王国は、ヘブライ語聖書すなわち、 キリスト教で言うところの旧約聖書を演言としている。マルコによる福音書をはじめとする新約聖書書集の各所に現れる用語、神の王国とマタイによる福音書に現れる用語、天の王国は同義である。マタイによる福音書で多くの場合、神の王国と言わずに、天の王国というのは当時のユダヤ人の習慣で直接、神と言わずに、 天という傾向を反映している。日本語の口語訳聖書や新共同訳聖書では、神の王国は、神の国と訳されている。岩波書店発行の佐藤健らが日本語訳した新訳聖書では、神の王国と訳されている。神の王国、または神の王的支配という概念あるいは観念は、ヘブライ語聖書を共に聖書あるいは教典とする、ユダヤ教、キリスト教、 イスラム教などの宗教に存在する。新約聖書関東に、初修の、マタイによる、福音書で品質する用語、天国あるいは、天の国は、新約聖書原文のギリシア語、ベータアルファシグマヨタラムダイプシロン、アルファタウ、ニューローアルファニューニューの訳語で、他の、福音書の神の国と同義である。マタイによる、福音書で、天国が多用されるのは、 マタイによる福音書の記者が神の代わりに天という語を用いる当時のユダヤ人の言葉遣いにほぼ従っているからである。天国という表現、用語は旧約聖書、新約聖書全巻を通してマタイによる福音書のみで使われている。そのマタイによる福音書における使用回数は神の国の5箇所に比して天国はその6倍以上の33箇所である。 神の国と天国が対応している箇所を見ると、例えば、イエスの宣教開始の第一世が、マルコによる福音書では、字は満ちた、神の国は近づいた。悔い改めて、福音を信ぜよであるのに対して、マタイによる福音書では、悔い改めよ、天国は近づいたとなっている。天国は、文語訳聖書や、口語訳聖書で使われている訳語で、天の国は、 新共同訳聖書で採用されている訳語である。新海訳聖書は天のお国と訳していて、二千十七年発行の聖書新海訳二千十七でも同じく天のお国と訳している。岩波書店発行の佐藤健訳マタイによる福音書では天の王国と訳している。マルティンルターはルター聖書でヒマルライクと訳した。英語訳ではキングダム・オブ・ヘブンである。 ヘブライ語聖書すなわち、キリスト教で言うところの旧約聖書はほとんどがヘブライ語で、部分的にはアラム語で書かれている。キリスト教徒がヘブライ語聖書に追加した新約聖書はギリシア語で書かれている。その新約聖書書集の福音書で品質する用語、神の王国の王国に相当する言語、ベータアルファーシグマヨタラムダイプシロンアルファーはギリシア語で、 王国と王としての支配の両方を意味する。そこで神の王国は、神の支配する王国、神の支配する領域あるいは抽象的に、神が王として支配すること、神の王的支配といった意味、ニュアンスを持つ。この、神の王国は、ヘブライ思想を遠言とする宗教概念あるいは関連で、旧約聖書には、神の王国、神の王的支配にあたる用語そのものは現れないが、 関連として現れている箇所がある。例えば、旧約聖書書集の詩編百四十五編十三節、あなたの国は、とこしえの国です。あなたの祭り事は、よろずように耐えることはありません。といった箇所に後に、神の王国と表現される概念に含まれる観念を、乱すことができる。洗礼者、ヨハネ、洗礼者、ヨハネとイエスイエスと洗礼者、ヨハネ、マタイによる、福音書によれば、 まず、先霊者ヨハネが、悔い改めよ。天の国は近づいたと宣教し、人々に先霊を施す。イエスはその先霊者ヨハネから先霊を受け、先霊者ヨハネの逮捕後、独立して一人で宣教を開始する。その第一世は、先霊者ヨハネと同じく、悔い改めよ。天の国は近づいたである。洗霊者ヨハネは、一世紀のユダヤ人歴史家ヨセフスの、ユダヤ古代史で、 大きな影響力があったと研究されている人物である。その先霊者ヨハネが私の後から来る人は私よりも力のある方と述べている。これはイエスが先霊者ヨハネの元に来て先霊を受けようとした際にイエスを思いとどまらせようとして私こそあなたから先霊を受けるべきなのにあなたが私のところへ来られたのですか。と述べていることから 私よりも力のある方とはイエスを指していると読み取れる。しかし、先霊者ヨハネが獄中から弟子を通して来たるべき方はあなたなのですかそれとも他に誰かを待つべきでしょうかとイエスに尋ねることなどを勘案し、先霊者ヨハネがイエスについて神に使わされた終末時の福音の使者であるという確信に至ったか否かは知り得ない。と結論している。 この11章3節について、1991年に日本キリスト教団出版局から出版された新共同訳新約聖書中介一で、マタイによる福音書を担当、執筆した橋本寺男は、先霊者ヨハネがイエスにつまずいたすなわち疑心を抱いたということを、マタイによる福音書がほのめかしているという解釈をとり、 先霊者ヨハネはイエスをメシアと信じなかったことを示すと説明している。一方イエスは先霊者ヨハネを預言者以上のものでおよそ女から生まれたもののうち先霊者ヨハネより偉大なものは現れなかった。と極めて高く評価する。しかし続けて天の国で最も小さなものでも彼よりは偉大である。と不言する。先霊者ヨハネの死を宣言し、 天の国を激しく襲うには及ばなかったとの意味だと、される。影響先例者、ヨハネ出現以後の天の国については、彼が活動し始めた時から今に至るまで、天の国は力属で襲われており、激しく襲う者がそれを奪い取ろうとしている。とイエスは言う。この、激しく襲う者に関しては、否定的あるいは肯定的等に解釈する説が主に4つある。 宣令者ヨハネを逮捕した権力者を呼び、背後の悪霊を指す。イエスを逮捕死刑にし、苦しめるユダヤ教当局を指す。地上に神の王国の実現を目指す、熱心党を指す。宣令者ヨハネを指す。他に、伝統的には、改心する時の激烈な衝動であると返した、ルター他による説がある。各説によりその濃淡があるものの総じて宣令者。 ヨハネ出現の影響力に関して、マタイによる福音書は、先例者、ヨハネの出現が、ユダヤ人社会の天の国概念に大きな影響を及ぼしたことを暗示している。また、イエスが偽予言者について述べる場面で、良い実を結ばない木は皆、切り倒されて、木に投げ込まれる。と、先例者、ヨハネの言葉遣いをそのまま使っていることから、わかるように、 先例者ヨハネはイエスに、その表現も含めて、影響を及ぼしたことが知られる。イエス三条の水訓イエスが山上の水訓を語った際には、最初に、心の貧しい人たちは、幸いである、天国は彼らのものである。義のために迫害されてきた人たちは、幸いである、天国は彼らのものである。とも語った。続けて、主の祈りについて教えたときには、 お国が来ますようにと祈るように教え、神の王国が来ることを待ち望むようにと教えた。天国に行けるようにではなく、来るよう教えられたのは、王国は天にあるが、その支配が地上にも及ぶようにとの願いを示されたためとされる。19世紀後半にアメリカで起こったキリスト教系の新宗派、エホバの証人の言う神の王国は千年王国説によるものである。 千年王国説は、ユダヤ教の終末論に由来し、キリスト教では、新約聖書書集の、ヨハネ・目ク録、第二十章、千年間の支配、サタンの敗北、最後の裁きがその主な根拠になっている。神が復活したキリストを落としたとされる、ダニエル七章十三節十四節。キリストはサタンを、天から追放し、最後の審判における臨在の時に抗禁して、 世界をパラダイスに回復させた後、王国を父である神に変換する。コリント第15章24節から28節。ありがとうございます。